血糖値は体の健康を測る上で重要な指標となります。健康な毎日を過ごすために知っておきたい豆知識をご紹介します。今回は血糖値の健康豆知識についてまとめていますので、最後までお付き合いくださると嬉しいです。糖尿病は血糖値を下げるホルモンインスリンが十分に働かず、血糖値が高い状態が慢性的に続く病気になります。血糖値を上げる栄養素は糖質です。糖質の多い食品を多く摂取すると血糖は上がりやすくなります。特に甘いものなど単純に糖質を含む食品は急激な血糖上昇の原因になります。良かれと思って日常的に食べているものが、実は知らず知らずのうちにあなたの血糖値にマイナスの影響を及ぼすこともあります。糖の代謝がスムーズだと分解されずに残る糖も少なくなり、血糖値は安定しやすくなります。野菜は食物繊維とミネラルを多く含むので緩やかな血糖値の上昇が期待されます。おすすめはブロッコリーや小松菜などの緑黄色野菜になります。食物繊維以外にも糖の代謝を促進する葉酸も含まれています。しかしながら緑黄色野菜以外の総称である単色野菜は食物繊維は少なめです。玉ねぎやキャベツ、大根、カリフラワー、カブ、白菜、レンコン、レタス、ナス、もやし、セロリ、ごぼう、きゅうりなどが代表的な単色野菜です。単色野菜の多くは緑黄色野菜と比較して栄養価が低いものが多いです。単色野菜でも例外は玉ねぎです。玉ねぎは多くのミネラル成分を含むので血糖値が高い人にはおすすめの野菜です。おすすめできない野菜もあります。特にデンプン質の多い野菜の摂りすぎには注意をしましょう。かぼちゃや芋類のじゃがいも、里芋、さつまいもなどです。また大豆以外の豆類では小豆やインゲン豆、おたふく豆になります。最後に単色野菜でもネギは青い部分が緑黄色野菜、白い部分が単色野菜に分類されます。大根やカブは一般的に食する根の部分は単色野菜ですが、葉の部分は緑黄色野菜に分類されます。これも覚えておきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。